はい、こんにちは、ジェイクモです。今日はですね、今品川駅に来てるんですけど、今日からですね、夏休みなので自転車を使って品川から、静岡県の御殿場市ですね、そこまで約100キロ自転車でロングロードサイクリングしたいと思います。これやってるやつですね。これで帰りたいと思います。はい、じゃあですね、早速御殿場駅まで向かって出発したいと思います。まあ、いや、ちょっとナビに沿って行きたいと思います。ポーチ動かすの忘れてたんですけど、うるせえなここで語るもんじゃない。こっから1時間経ったらですね、まあ、休憩したいなと思います。今のペースからだとだいたい、まあ、信号とかいろいろあるから20キロぐらいですかね。なんで20キロで100キロ終わって、だいたい5時間ぐらいですかね。今7時43分なので、約8時と考えて1時ぐらいですかね。ちょうど着くの13時ぐらい。あ、ちょうどここにもナビにも書いてあるんですね。13時27分ぐらいに着くって、まあそんくらいでしょうね。京急の信号に捕まっちゃったの痛いな。はい、今1回目の休憩ですね。まだ1時間経ってないんですけど、多摩川を渡っていい時間なのでガリガリ君食べて、あとバッテリー交換とかしてですね、また今度はですね神奈川入ってちょっと
まあもうちょい御殿場寄りまで行きたいですね。はい、ということで続き行ってきます。いただきます。おいしい。できました。今日きつい。今日お勝負。自分との勝負。3キロある。
再出発。あ、結構休んじゃった。15分ぐらい。休暇水をかぶりたい。ああ、暑い。ちょっと暑すぎる。なんとあと40超えるから。KOV2。ああ。駐輪場どこだ。駐輪スペースあった。50キロ遠いな。やっと半分ぐらいですね。水分足りなくて困る。ちょっとね、多めに3本買いました。1本はペットこのボトルの中に入れて、1本チャーハン入んのかな、これ500ないんだ。これ入れて、よいしょ、いいまで入れて、あとこれは何にしますかね、クーラーに入れて、こっから山で、まあ、田舎に入ってくるから、もうさっきもコンビニに休もうと思ったらコンビニがどこにもない。ということで、ちょっと飲み物を多めに持って向かいたいと思います。5分ぐらい休んだり、こう
登り続ける意志力。休憩します。さすがに暑すぎて身の危険を感じるんで、今日御殿場に中止して帰りたいと思います。いや、この道具が無理だな。まず20キロくらい持って坂登れない。おう、よし、下りましょう。ああ、坂出てえな。
とかが水の補給とか死活問題だからな。荷物を極力減らして、ラースではなくどこかでご飯を食べる。これだな、したいと思います。